膨大な量の仕事を押し付けられて仕事が終わらない。いつになったら帰れるんだ。ペンギンは本当に働き者だね。よかったら僕の仕事も分けてあげるよ。パンダに責任感という言葉を教えてやりたい。だけどさ、毎日遅くまで働いて残業代も出ないなんておかしいよ。うちの会社って本当にブラック企業だよね。そうだな。低賃金、長時間労働、休日なし。どこから見てもブラック企業だ。はよ！お前ら元気に仕事しているか？俺らは休息十分で体調はバッチリだ。徹夜仕事で元気なわけないだろ。いい加減休ませろ。それはダメだぞ。仕事はまだ山のように残っているんだ。休むことなんて許されるわけがないだろう。よし、僕たちはこんなに頑張って働いているのに給料が上がらないのはどうしてですか？パンダが残業時間に頑張ってるのはモンスターだ。若いうちの苦労は勝手でもするものだ。お前たちの努力はいつか必ず報われる。というわけで新規の仕事だ。教授に頼むぞ。どれだけ働かせる気なんだ、このブラック企業め。抵抗ペンギン。ブラック企業はなくならない理由。お前らの頑張りのおかげで我が部署の業績も上がっている。お前らの頑張りは無駄じゃないぞ。ならどうして給料が上がらない。何を言ってるんだ。簡単に給料を上げたら会社が儲からんだろう。お前らが低賃金で長時間労働しているから会社は儲かっているんだぞ。そんなのおかしいですよ。僕らの頑張りで会社だけが儲かっているなんて。もう一度言うが、パンダが残業時間に頑張っているのはモンスターだ。会社の業績は好調だから仕事はまだまだ増える予定だぞ。これでお前らも安泰だな。休まずに働くことは安泰とは言わないぞ。社員の強い責任感。はあ、やっと一つの仕事に区切りがついた。次の仕事に取り掛かるか。ペンギンは本当によく働くよね。まさにブラック労働のスペシャリストだよ。少しも褒められた気がしないのだが。だけどさ、どうしてペンギンはそんなに働けるの？頑張っても少しも報われない職場なのにさ。俺が納期までに仕事を終わらせないとたくさんの人に迷惑がかかるだろう。それだけは避けないとな。よく言ったぞペンギン。それでこそ俺の部下だ。まだいたのか。ここに用事はないだろ。そんなことはないぞ。お前らを監視するという仕事をなくしたら俺の仕事がなくなるだろう。この楽なポジションだけは絶対に誰にも譲らんぞ。せめて上司を選択制にしてほしかった。言葉の罠。上司、うちの会社って辞める人も多いけど入社する人も多いですよね。こんなブラック企業なのにどうしてたくさんの人が入社するんですか？新入社員はうちの会社がブラック企業だと知らないからな。だけど心配することはないぞ。新入社員も3日もあれば我が社の実態に気づけるはずだ。ブラック企業を自慢するな。でも上司、何が良くてうちの会社に入社するんですかね。うちの会社選ぶって本当にセンスがないですよね。自分の株下げてるってことに気づかないの？そらだな。求人広告に新入社員が集まりやすいフレーズを書いてるからだ。やりがいのある仕事、アットホームな環境、仲間たちと一緒に夢を叶えるだ。どうだ、働きたくなっただろう。すごいです上司。僕もその求人に応募したいです。低賃金長時間労働を真っ先に求人広告に書いてくれ。ブラック企業は明るみに出ない。ペギン、パンダ、納期が明日までの仕事をよろしく頼むぞ。停車から俺は帰る。今日も残業で帰れないね。このままじゃ本当に働きすぎて倒れちゃうよ。朝から少しも仕事が進んでいないお前が言うな。だけどさ、ブラック労働って法律違反でしょ。それなのにどうしてブラック企業はなくならないの？消費者は高品質で低価格のものを求めている。他社より高品質で低価格のものを作ろうと思ったら社員を低賃金で長時間労働させなくちゃならない。その悪循環のループでブラック企業は生まれるんだ。でも法律違反は法律違反だよ。ブラック企業は間違っているよ。その通りだ。でも会社を訴えようと思ったらお金もかかるし時間もかかる。だから過労死みたいな大きな事件がない限りブラック労働は明るみに出ないんだ。そんなのおかしいよ。将来の夢。ペンギン、今日も朝日が昇っていくよ。僕たちのブラック労働はいつまで続くんだろうね。世の中から競争がなくなればブラック労働はなくなると思う。でもそれは難しいことだろうな。どうしてペンギンはそう思うの？インターネットの発達でグローバル化がさらに進んでいけば、日本よりも低賃金で働いている他国の人たちの競争は激化する。そうなれば日本人も今まで通りの高い賃金で働けるとは限らないんだ。競争って本当に嫌だね。僕は競争のない世界に行きたいよ。俺たちが他の人たちとは違うオンリーワンの存在になれれば、競争のループの中から抜け出せるかもしれないな。そんなことが本当にできるの？僕たちがオンリーワンになれるなんて。そうなれると信じるしかないだろ。パンダ、今から新しい動画を一本作るぞ。みんなに俺たちの最高の動画を届けるんだ。そうだね、ペンギン。僕も少しだけ動画の編集を手伝うよ。また怪我しちゃったよ。
僕痛いの大嫌い。痛みなんてこの世からなくなればいいのに。苦い。痛みを感じなくなるとどうなるのか。痛みのない世界は天国に決まったな。チャンネル登録よろしくな。登録するといいことあるの？俺が無限にピチピチしてやる。ピチピチ、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 この腹黒パンダが。